はい、どうもこんにちは、システム5山本でございます。もう今 SNS でバカバズりしている、レボーブテックのですね、三脚のブースにやってまいりました。はい、でこの三脚なんといってもですね、はい、畳んだ状態だとこのサイズになります。はい、まあ、何を言ってるかわからないかもしれませんが、このサイズになるんですよ。はい、この三脚がですよ。はい、この三脚がこれがね、こうなるわけですね。わけわかんないでしょ。でこれどういうことかというとですね、このチューブ、これをですね折りたたむとこうなるんですって。はい、ちょっと今ね、実際実演していただきましょうか。今これ丸まった状態の三脚、足の部分なんですけど、これがですね、はい、これわかりますか。これ意味わかんないでしょ。はい、これをこうやって、あーだだ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 、あー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 あああ、はい、こんな感じで慣れればもうこんなスピードでね、縮めていただくことができる。でこの縮めた先にですね、はい、このこちらですね、はい、まあ、石突きといいますか、はい、これをくっつけていただくことで、この三脚にですね早変わりするということです。でこの先っぽ部分だけをこう組み合わせることでですね、めっちゃ短いこんな感じの、はい、ベビー三脚みたいな感じで使っていただくことも、できるということで、これ一つ持っていれば非常にですね幅が広がるという、そんな製品になってます。マジでいいなこれ。はい、ちょっとうちの方でもぜひレビューしたいですね。はい、はい、ということで、これから日本の代理店の方も探していくということですので、これはもうシステム5でやるしかないでしょうということで、イベント終わり次第ちょっとコンタクトを取りましてやっていきたいなというふうに思ってます。ぜひ皆様期待してねお待ちいただければと思います。ということで、レボブテックの、三脚ブースからお送りしました。